こんにちは、エクサルの柳田ベイビーカーケです。よろしくお願いします。はい、ということでやってまいりました、ベイビーカーケのかかってこいの、はい、です、はい。そうですね、皆さんから送ってきたものを ね、はいはい、見る時間がやってきましたよと。いや、はい、これが一番楽しみなんです、ね、そうなんですよ。今回もね、たくさんの方にいろいろと、うん、はい、応募していただいたんですけども、まあ、全てよりすぐりのものを集めてまいりましたので、はい、見ていただければなと思っております。行きましょう、行きましょう、はい。今回ちょっとまあスピードではないんで、そうですね、いろんなね、うん、うん、いろんなやついただいてるんで、こちら行きましょう、はい。えだちさんですね。スキップなしですが、やりたいことできたので投稿させていただきますということで、うん、やってる、やりたいことやってくれたでしょうの章です。はい、やりたいことをやってくれたでしょう。はい、の章です。はい、はい、ちょっと早送りになってますが、はい、はい、このような編成になっておりますね。いやそうですね、4番手の彼ですね。やりたいことというのは彼をね、そうですね、弱点キラー、そうですね、弱点キラー、うん、彼は絶対にあそこを死守するって感じですかね。そう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 、はい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 、もうスキップなしなんでね、もう、うん、基本的にもうサクサク、ね、画像頑張ってね、うん、サクサクと進んでいかなきゃいけないっていう。うわ、これもう本当動きたくなかったでしょうね、うん、完全にね、うん、あのスキップなしですね、これ。完全にスキップなしだね。うん、綺麗にないね。うわ、でここにいると、ここにいるんだけど大丈夫かと、はいはいはい、あー、なるほど、ギリギリだね、うん、なるほどね。でそこで調整するんだ。でもここで触っちゃうとさ、うん、上に行っちゃったりするよね。そう、上に行っちゃったりする可能性があるんだけど、うまく避けて、すごいね、綺麗に、そう、まあ、ここは原式ってブロック、はいはいはい、でここですね。はあ、あ、そっか、レサバリキラーもあんのか。うんうんうん、確か、そっかそっかそっか、あ、なんか情報修正されて追加されたよね。そう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 、なるほど。なのでかなりキラーが乗ると、そらやりたいことやってるね。えだちんさん、もしかしたらミヤボーさんの可能性もまだ ありますね、うん、残ってるんで、うん、名前変えてやってる。名前変えてる。病巣の裏垢かもしんない。素晴らしい。こちらが1本目でございました。なるほどなるほど。はい、これはもう本当やってるな。はい、スピード自体はね、まあ4分の2秒だったんですけども、うん。まあでも十分早いですけどね。うん。続いてはですね、はい、投稿、この方、ドイハさんからですね。ほうほうほう。はい、ドイハさん結構送っていただいてたり。ありがたいですね。もう、うまくいらないんですね。はい、わかりましたということで、あ、ね、あ、はい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 、いきますね。うん、おかしいな、おかしいんだよな。まあそういうことですよね、うん、そうだよね、うん、うん、枠しかいないっす。分かってくれてるね、逆にね、もうね。そうそうそう、素晴らしいですよね。運枠いないし、しかも同キャラなしっていうのもちゃんと守ってくれてる。そうですね。ちゃんとね。うん。全部、まあそのね、まあ運枠難易度は高いでしょうけど、うん。でも、まあ運枠できるキャラたちですからね。そう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 。すごいなぁ。よく、よく見つけてきたなって感じもあるけどね。うん。あ、そのルートあんの？いや、うまい、はい、これうまいね、今のルート。今のルートあるんだ、ね、はい、すげえな。てか普通にシンプル、うまっ。何今の。いや、シンプル、シンプルうまくない、それは。うまいよ、めちゃめちゃうまいよ。いや、すげえな、すげえ、すげえよ、それは。うん、はあ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 、まあ、ここはね、うん、ここはね、ああ、これは反射なんですもん。うまいなあ、ちゃんと敵の大きさ見えてるもんな。うん、うまいっすね、ほんとに。で、シューリングガールですかね。はい、ここね。
怖っ。ああ、なるほど。怖っ、ね。なるほどね。その発想が、そうなんだよね。とっさに出るのがもう素晴らしいもんね。素晴らしい。出ないな、あれ。なかなか。ここですよね、だから。ねえ。ああ。これで入れると。え、ああ、なるほどね。キラーでね。そうだね。いやー。素晴らしい。ちょっと。これですね。うん。タイムとしても。てか、早送りもしてないもんね。うん、タイムとしても25秒なんで。超えてんもんな、僕のタイム。そう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 。あ、いや、素晴らしいですよ、本当に。これはすげえ。運読んでも2分いけるっていうのが分かったね。そう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 。もう天の弱ですね。はい、言ってる天の弱症ですね。うん、天の弱症。続いてなんですけども、はい、これ僕ちょっと特別賞として位置づけております。ほう。はい。高大さんですね。はい。この方はですね、あのルールを、うん、ちょっと無視しているので特別賞という賞にさせていただきました。はい、はい、はいはいはい、なるほどね、はい、確かにルール的にはね、はい、ルール的には無視されているので特別賞ですね、うん、いやでもこの方もまあ言ったら運4編成ですね。そう、運4編成でよくこれでやったなっていう獅子師匠とリリ編成っていうまあ、すごいな。運枠ではあるんですけど。そうですね、うん、運枠としては素晴らしい運枠ではあるんですけど。はい、思い切ったもんね。うん、この4体でやるか、なんでこれでやったんだろうと思いましたね僕はまあでも言ったらその、ね、別にそうそうそう、他にもいるんですけど、言ったら本当一番難易度低い運枠みたいな、うん、さっき言うの猛絶よりは簡単。あ、編成的にね。うん、まあ1月からやってる人からすればっていう話ですけどね。うん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 、そうね。おお、すごいな。もう一回来た時にハマっていく。そうだね。うん、まあ、うん、まあスキップありつつも見えてるもんな。はいはいはい、スイッチ入っていくと、今の入ったの気持ちよかったろうな。でも、うん、じゃみんなここすごいね。そのなんだろう、横で行くっていう発想ね。ね、今のパネルね、うん、乗りそうなもんだったけど、うん、マジでことよくそれをそれマジで思いついてないからな自分が。うん、いや、これはうまいよ、うん、それは、まあ今回ちょっとハマりきってないけど、うまいよ、あそこ狙えるのは。はい、いや、もハマっていくと、はい、ここもハマっていくで、飛ばすっていう、すげえな、例なのでかなりレベルの高い。これはすげえわ。うん、ちゃんと今全部ハマってきましたもんね、獅子自動。そうだね、うん、綺麗にね、綺麗にハマっていったんで。いやー、うまいな。はあ、うまいわ。これもすげえな。まあかなりちょっと今回特別賞という形なんですけども。そうだね。いやでもすごい、素晴らしい。うん、編成で素敵な作品ですね。続いてですが、こちらちょっと新人賞とさせていただきます。はい、新人賞とかもあるんですね、今回。はい、新人賞とさせて。すげえ、新しいな。はい。はい、大型新人の方ですか？大型新人ですから。だってバンテとか入ってるもんな。そう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 。バンテとか入ってるんで。はい。素晴らしいんですよ。これまあここまで頑張ったっていうのは一つありますよね。なるほどね。そう、ステージで。すぐ来るパターンね。うんうんうん、そう。ここまで頑張っていただいたっていうのは一つあるんですが。はい。素晴らしい新人賞ですね、うん、これもしかして。そうですね、これでもしかすると、もしかして、はい、これちょっとこれは素晴らしい、やってんな、うん、これは素晴らしい、素晴らしいな。3点3点でございます
だからバンテが3って意味わかんないもんね。そうバンテをもうバンテはもう弾かないからもうバンテでいいんですよ、うん、そこはっていうのを決めてやってるんで、ね、素晴らしいですよね。そうね、うん、なんだったらもう一緒にもうあれだもんね、メダル稼ごうとしてるもんね。そう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 、もうそれ狙いでしかこれもうこのクエストに挑戦してないっていうこの努力、うん、素晴らしいさすがなと思ってます、ね、いいですね。でこれクリアタイムが48秒31、早すぎだからねもうね、はい、この方名前がですね、はい、ヘッポコブレイブさんっていう名前なんですけど、はい、うん、まあ内容としては、はい、ガオガオさんを参考に運1お紋章1体最速3手で参加させてもらいますということで、はあはあ、ですね、まあ皆さんちょっともうお気づきかもしれないですけども、最速章は、ね、うん、ガオガオさんになります。ちょっと後で見ますけど、参考にするっつっても僕らできる、うん、できないじゃないですか。そうなんだよね。そうそうなんだよね、うん、てかマジでよく見つけてきたよねガオガオさんもね。すごいよね。さらにですね、このヘッポコブレイブさんちょっとねいろいろ見たんですけど、うん、はい、あの YouTube やられてて、ほうほうほう、そう2020年1月から YouTube やられてて、あら結構最近やられてるんですね。ですね、ありがたい。はい、なので皆さんチャンネル登録お願いします、はい、じゃあ最後最速ちょっとね、これ YouTube にしか上がってなかったんですけども、はい、見ていきましょう。いやもうほんとガオガオさんはやばいと思う、うん、これすごいよほんと。はい、これこの1手目思いついたのがすごくない？すごいよね。うん。マジですごいと思うんだけど。いやすごいのがさ、うん、もうなんかもう異次元なんだよね。そうだよね。ちょっともう本当に理解がこう。もうできないんだよね。そうなんだよ。ああ、そっちもハマれんだもんな。もんなどっちの弱点来ても多分ハマるんでしょうね。うん、割と。いやー、すごい。いやー、すげえわ。マジですげえ。うん。こっちも3手。3手です。3手でございます。なんだったら、あれですよね。3って一番最初にしたの多分ガオガオさんっすもんね。そう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 。でそれを参考にヘッポコさんはやっていただいて、やってるんですもんね。そうでこれが46秒か、うん、っていうことなんで、まあ最速はガオガオさん。いや素晴らしい、はい、これさ何がすごいってさ、うん、このガオガオさんのさ、うん、1.4 手でクリアしたのを、そう上げてくれてもましたもんね。そう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 、上げてくれて、さらに一手縮めて、この一手縮めるって意味が分かんなくて正直。そうだよ。だからその最初にね、これが最速だと思うっていう話をしてたもんね、4手の。うん、そう4手でガオガオさんの動画が来た瞬間に、いやもう1分も切ったのと思って、そうそうそう、もうこれ以上来ねえじゃんって。そう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 ね、言ってたんだけどね。って言ってて、それで僕一番面白かったというかあれなんですけど、うん、ツイッターかコメントかちょっと忘れたんですけど、うん、あの全然ガオガオさんじゃないまた別の方から、うん、ガオガオはこれでは止まらんよみたいな4手の事件で来てたんですよ。かっこよお主誰と思ったけど本当に止まらんかっていう、そこさらに上を来たんで、うん、いやすげえなと思って、それはすごいね。何その信頼というか、これは本当面白い、うん、すごい素晴らしい、素晴らしかったです、はい、でもね俺思ったのは川家さんの、うん、川家さんがカエサルを使ったからみんなカエサル使ってんじゃないかなって。おマジ、いやそれは嘘かもしれないいや僕も今マジって言ったけど、うん、まだ動画が投稿されてない時点で、うん、今池カフェとザルバのベーコンさんは返されて飛ばしてたあそうなんだ、みんなやっぱ見つけてるわと思って全然だわ、みんな考えるとこだったね、やっとダブルみんな全然、じゃ逆に言うと、そうそうそう遅かった遅かったから、ね、ちょっとね、マネキン猫さんとかもね
ね、今まで上げてくれてたマネキン猫さんとかも上げてはくれてたんですけど、はい、ありがたいですね。そうなんですよ、ありがたいんですけど、はい、今回はすいません、はい、いやいや苦渋の決断でした。僕も本当そうね、うん、あとね、あのね、ギルガメッシュを入れて、ほう、スピードを出すためにギルガメッシュ、足の遅いギルガメッシュを入れました。はい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 、はい、やりましたね。いらっしゃって、いや、すごい努力だなと思って、そこはありがたいですね。もう本当嬉しいなと思ったんですけど、すみません、うん、また次回ね。そうなんですよね、ぜひとも、ぜひとも今回からなんか新しく新人賞とかも出ましたしねそうなんですよね、はい、ぜひね、そのヘッポコさんの YouTube も登録していただきたいし、はい、ガオガオさんもね、うん、あのぜひ登録していただきたいなと思っておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、またね、はい、次回も多分かかってこうやると思いますので、またいつか会う日がありましたら、ぜひ皆さん投稿お待ちしております。はい、ではバイバイ。